2012年のジャイアンツ投手陣。宇都宮哲也15勝6敗、防御率 1.98。 杉内俊也12勝4敗、防御率 2.04。 FA で加入した杉内は楽天戦でノーヒットノーランを達成しました。デニス・ホールトン12勝8敗、防御率 2.45。 沢村博一10勝10敗、防御率 2.86。宮國亮介6勝2敗、福田聡8勝1敗17ホールド、スコット・マシソン2勝10セーブ8ホールド、山口哲也3勝2敗5セーブ44ホールド、西村健太郎3勝2敗32セーブ12ホールド。この年は86勝43敗15分けでリーグ優勝、日本シリーズでは日本ハムを4勝2敗で下し優勝しました。